NTT は5日環境債を発行すると発表した発行総額は3000億円程度となる見通しでグループの 5G 投資などを加速させる月内に3年5年10年の年限に分けて発行する予定対象プロジェクトは 5G や光ファイバー関連風力や太陽光などの再生可能エネルギー関連など調達資金は 発行主体となる子会社 NTT ファイナンスが一元的に管理し発行から1年以内に各事業会社への重当状況を公表する予定同祭の発行期間中は 5G 基地局設置数や光ファイバーの契約者数再生可能エネルギーの発電容量二酸化炭素の排出削減量など環境に与える影響も毎年公表する同社グループは2030年度までに 温室効果ガス排出量の80%削減、2040年度までにカーボンニュートラルを実現するとの目標を掲げている。